あ、おはようございます。あ、マリコですか？ちょっとゆっくりにして。あ、マリコですか？マリコですか？私新規を決めてくれた人全員親友なのコーナー。イエーイ、ベースフレンド。なんかコンセプシーですね。ごめんなさい、ハスキーボイスのマリコちゃんね。酒焼けちゃうでいい。寝不足、うん、大声張り出してちょっと張り切りすぎちゃいましたっていうね、ちょっと舞台が重なってね、証ですわ。さあ、そんなマリコさんにお便りが届いております。はい、何かな。松田マリコさんと清水博之さんは、はい、結婚してからむちゃくちゃ太ったと小籔兄さんに怒られていましたね。どういうことなんでしょうか。そうですね、言われました。はい、あれ、俺も痩せてるか、最近どうだ、ダイエット頑張ってるか。いや、すいません、ちょっとあの結婚する前にちょっとダイエットしてたんですけど、あの結婚してからちょっと、あ、すいません、言い訳なんで、あ、もうこれ以上言いませんって言って、何それって言って言われたんですけど、ちゃんと痩せた方がええでみたいな、健康考えた方がええで、はい、ありがとうございます。で、旦那見たら旦那も太っとるやないかって言って、マリちゃんと一緒にいるから食欲が湧くみたいな感じなんですかね。そういうことにしときましょうか。でも小山さんは言ってました、はい、二人して太る気狂とんだってめちゃくちゃ怒ってましたので、少しちょっとね、そうです、抑え気味で、ね、せっせして、はい、新喜劇の在物まで講座をしたいと思います。嬉しい。新喜劇団員のモノマネ講座、小寺マリヘン。よく小寺ちゃんとは川端座長の歯の時とかにセクシーデカの感じでニコイチ出たりするんですけど、うんうん、その小寺ちゃん楽屋ではもっとちゃうんですよ、雰囲気がね。あ、そうなんや、はい、楽屋した時の小寺まりちゃん、ガチャ。あ、おはようございます。あ、まりこねえさん、なんでいらっしゃるんですか。あ、稽古なんですね。あの、あ、私の方は吉本坂46の新曲のダンスの練習で来ました。そしたら失礼します。何しにガチャって開けたんでしょうかっていう小寺まりちゃんなんですけど、これそんなすん、小寺ちゃん、すいません、これ大事です。小寺ちゃんのモノマネするときはまずね、あの髪の毛下ろしましょう。で、全部片一方に寄せます。服部秀子と小寺まりはすぐ片方だけに髪の毛寄せる。あの、服部秀子と小寺まりの髪の毛の違いは何なんですか。小寺ちゃんも最近ね、前髪なしになっちゃったんですよ。あら、じゃあもう完全に一緒じゃないですか。で、一緒になっちゃったんです、はい、もう小寺ちゃんと服部秀子ちゃん一緒、もう前髪行こう。なるほどね。で、服部秀子ちゃんは絶対に爆乳三姉妹の時は前髪を上げます。なんでですか。あの爆乳三姉妹の時は前髪上げようって決めたのね。上げたんや。もう、あ、前髪、え、でもさ、下ろしてたのか、若く見えるし可愛いじゃん。でもあの爆乳の時はもう前髪上げようって決めたので。これが秀子ちゃんバージョンです。なるほど、秀子は前髪を決めております。わかりました。小寺ちゃん、前髪最近どうしてんの。あの、最近はあの前髪を伸ばそうと思って、もう30過ぎたので、あ、ここまで伸ばしたんですよ。え、ここまで。はい、で今この辺のやつがここなので、あとちょっとあるから、あの前髪あった方が可愛いっていうおっしゃるんですけど、あの私やっぱりここまで伸ばしたいので決めました。一緒や、一緒や。コテラちゃんの真似はできると思います。やりたい。コテラちゃん、はい、こうやってちょっとゆっくりにして、あ、マリコのやつは、あの、私、吸って一個喋るたびに、吸って吸ってください。マリコのやつは、私、あの、最近ハムスター飼ってるんですよ。ただエロいだけ。なんか、アンが入ってるから。私最近ハムスター買い出したんですよ。これ違うんです、これ違います。あの、私最近あのハムスター買い出したんですよ。めっちゃうまい、金クマなんですけど、めっちゃ可愛いです。失礼します。なんでガチャってしてんな。いや、面白い、金クマめっちゃうまい。よかったら、いや、すごい、参考にしてみてください皆さん。だからめっちゃ大好きやん。コテラちゃん大好き。見とんかいつって。あ、はい、ほんで私もう一個、はい、やってほしいモノマネあんねん。何ですか。ちょっと待って、ジャンボ。いや、だからモノマネっていうのあれ。まるちゃん、はい、好きなアイスクリームなんですか。チョコモナカ、ジャンボ。チョコモナカはできたら普通にしといて、うんうん、
あ、普通に言うかなと思わせといて、ジャンボで。それな、だからほんまにできる人とできへん人の差、すごい。ありますか？一回ね、直根もなんか、ジャンボなんかちゃうやろ？なんかちゃう。それではまりちゃん、明日の MBS さんで放送される新喜劇の見どころをお願いします。こちらです。花月書店で会いましょう、川端康座長会です。あ、これ知ってる。みんながいろいろな格好してたやつ、はい、そうなんです。本屋さんで起こるミラクルなお話なんですけれども、見どころはじゃん、いろんなキャラクター登場するんですが、山田花子姉さんが〇〇に似てる、内場兄さんが丸々に似てるということで、まず花子姉さんですね、うん、私は新喜劇の在員田畑にしか見えなくなってくるんです。一緒、あれ田畑ちゃんやんって。なるほど。田畑ちゃんそっくりになっている花子姉さん、可愛いんですよ。そして内場兄さんの方で言いますと、登場して私はあれジョニーデップに似てるって思ったんですよ。かっこいい。外国人まさかの。そうなんです。なんか花子姉さんとタワちゃんってさ、めっちゃ新喜劇のちっちゃいところでて、うちお兄さんジョニーデップ来ましたか。はい、すごい。日本超えました。ジョニーデップ登場シーンの挨拶の感じが特に、あれジョニーデップ様じゃないって思って、楽しみ。特になんかね、チャーリーとチョコレート工場って映画あったじゃないですか。あんなを彷彿させるみたいな。めっちゃ好きやった。そう、アリス・イン・ワンダーランドって、うん、ジョニーデ様みたいみたいな、なんかね、ちょっとジョニーデ様が浮かぶんですよ。メガネかけてるからかな。よかったらその辺意識してみてもらったら楽しんでもらえるかなと思います。はい、マリちゃんもめっちゃ可愛かったんですよ。あ、そう、すっごい可愛かったの私。超可愛かったよね。可愛すぎて写真撮ったもん、ね、あ、そう、マキ姉さんが写真を撮ってくれたんですけど、めっちゃ高画質で、そう、めっちゃめちゃ可愛く写ってるんですよ。そう、めっちゃ可愛く撮れたというところです。以上です。ヤンシー&マリコンヌの YouTube チャンネルもチェックお願いします。ヤンシー&マリコンヌのポップコーンミュージック、イエイ、イエイ、バイバイ。あとこの吉本新喜劇チャンネルの YT's もよろしくお願いします。イエーイ、お願いします。バイバーイ、待ってます。